そうしたらですね、今の話をちょっと行列というもので書いてみようという。もう一度今の連立方程式を書くと、こんな感じですね。x1 イコール。a11 x1 プラス a12 x2 プラス a プラス y1 x2 イコール a21 x1 プラス a22 x2 プラス y2、こういうあの連立方程式ですが、これをですね、まあ行列とかベクトルとかということでどう表せれるんですかっていう話なんですが、まあちょっと結論から言うと、こんな風に表せますということです。まあもちろんお集まりの皆さんの中には行列とかバリバリもうよく分かっていらっしゃる人、たくさんいてると思いますが、一応今高校では習わないとかっていう話も聞いてましてですね、お集まりの皆さんは分かってはる人もいるけど習ってない人もいてると思いますので、とりあえずどういうことかっていうことを説明いたします。要は連立方程式をこんな風に表してるっていう、まあ表し方の問題と思っていただければいいんですね。こんな風にしてね、こういうのとこういうのと、まあ、掛け算の形になってるんですね。こういう変数をですね、こうやって縦1列に並べたもの、あるいは横に1行に並べたもの、この変数をこう並べたものをベクトルと言います。で、こんな風に縦横の表の形にしたわけですが、こういうのを行列というふうに言います。行列とベクトルとか、まあ、足し算とか掛け算をするわけなんですが、特にここに掛け算というのがあるんですが、この掛け算について説明をしておくと、一応こんな風ですということを覚えていただくしかないんですが、この掛け算というのは、これかけるこれ足すこれかけるこれが、1行目に来るということです。で、これかけるこれ足すこれかけるこれが2行目に来ると、いうこと。よろしいですか？まあ、一般的に、A、B、C、D と。こんな風になってます。で、UV となってます。いう風になるとですね、これどうなるか。上、1行目に、これかけるこれですね。これかけず。これかけるこれ、かつ、これかけるこれですね。で、これを足し算するんです。これかけるこれ、足す、これかけるこれ。この部分とこの部分。2番目は、同じく、これかけるこれ、足す、これかけるこれ。で、それを足し算する。どうなるかというと、A かける U 足す B かける V、C かける U 足す D かける V。まあ、だから、こっちの1番目とこっちの1番目かけて、こっちの2番目と2番目かけて、3番目と3番目、4番目と4番目って、ずっとかけていって足すっていうことです。次も同じ。これかけるこれ、これかけるこれ。1番目と1番目、2番目と2番目。三つも四つもあるときには三番目と三番目、四番目と四番目かけて、ずっと足すっていう。そういう操作をする。なので、今の場合、これどうなるかっていうと、これが A11×X1 足す A12×X2 で、これなんですね。これそのもの。よろしいですか。で、ここもそう。A21×X1 足す A22×X2。A21×X1 足す A22×X2。これかけるこれ足すこれかけるこれ。この部分がここに当たる。で、足し算というのは1行目同士、2行目同士を足す。この1行目と、この Y1 を足しますよと。これかけるこれ足すこれかけるこれに Y1 を足します。1行目同士を足します。同じく、これかけるこれ足すこれかけるこれ。2行目同士で Y2 を足します。これが出てくる。そうするとこれになりますよと、XG。ただ単にまあ、この連立方程式をこんな風に書き表しただけです。何のためにそんなことをするかというと、これ紐をつけるわけですね。X1 と X2 を縦に並べた、これベクトルと言いますが、X1 と X2 を縦に並べたベクトルを、小文字の X という風に、置きましょうと。で、だからこれも X と置きましょう。これ、ゴチック体のつもりです。経済学だけの習慣なんか知りませんけど、ベクトルとか行列とかですね。ゴチック体で太字で書く。しかも、イタリックじゃなくて、普通の直立体っていうかね、そういうので書くっていう、まあそういう習慣があるんですね。で、これを小文字の太字の Y で書きましょう。で、こういう数字をこう縦横に並べたやつですね。表になったやつ、これを行列というんですが、こいつを A と書きましょう。これは大文字の A と書きましょう。実はそれぞれ名前がありまして、これ創生三ベクトル。これね、まあ、各材一体作るのにどれだけ投入せなあかんかっていう。これ購入係数表です。で、これ純正三ベクトル。まあ、こんな風に表しましょう。で、そうすると、この連立方程式が
一本だけの式で書けますっていうこと。つまり、x イコール、ax プラス y というふうに、一本だけの式で連立方程式が書けますと。これが、財の数が3つでも4つでも5つでも100万個でも、全部この一本の式で書けるということで、とっても便利という話なんです。よろしいですか？この投入係数行列っていうのは、こんな風にやってますけども、投入係数行列って、縦に見ると、第1部門、第2部門のそれぞれの技術を表していて、第1部門で1単位生産するために、どれだけの、ものを投入する必要があるか。こっちは第2部門で、1単位生産するために、どんだけのものを投入する必要があるか、ということを表していて、で、これ横にこう見ると、投入される財、第1財をこんだけ投入します。これは第2財をこんだけ投入します。第1部門において1単位を生産するためには、第1財をこんだけ投入します。第2財をこんだけ投入します。第1財をこんだけ、第2財をこんだけ投入して1単位生産しています。第2部門では1単位生産するのに、第1財をこんだけ投入しています。第2財をこんだけ投入しています。で、そのことによって1単位という生産しています。いうことを表しています。だから縦の列で見ると、各部門を表している。各部門の技術を表しているということです。横の行で見ると、様々な部門に、各財がどう、行くかということを表しているということですね。よろしいですか。はい。そして、こんな書き方をすると、これが普通の方程式と同じように、まあ、計算することができるということです。こっちから AX っていうのを左辺に移行しますということです。だから、AX-AX イコール Y というふうに、まあ、書くことができる。さらにですね、ちょっとこれもちゃんと説明さないかもですが、簡易行列というものがありましてですね、簡易行列って何か。オプションの方は I を使いますけど、E を使う人もいますが、まあ、I を使う人も経済学者は多いですが、簡易行列って何かというと、普通の数字で言うと1に当たるもの。掛け算しても変わらない。そういうのは単位行列って言うんですね。で、これは何かというと、2次元の場合ですね。1100とか、こういうやつ。こういうやつは、掛け算しても同じものになる。一般的には、左上から右下にかけての対角線の上、まあこれ対角要素と言いますが、この対角線の上、対角要素が全部1なんです。他は全部0。いう行列です。これは単位行列。これはかけても変わらないんで、1001に、例えば x1、x2 ってかけます。で、どうなるかというと、1×x1 たす 0×x2 ですね。0×x2 ってなくなりますから、x1 だけですね。2番目は、0×x1 たす 1×x2。0×x1 ってなくなりますから、1×x2 だけで。で、こうなりますね。だから、同じもの、x1、x2 ということで、これは3つになっても4つになっても、変わらなくて、掛け算しても同じものが出てくるやつ。これが単位行列。なので、この x っていうのは、単位行列かける x というふうにも書けるということですね。そうするとですね、これ、普通の式と同じように、この x と x がありますので、くくって括弧の外に出すという操作ができるんですが、なぜできるかという証明をするとまた大変なので、一応だから、これ、それぞれ x の要素 x1、x2、x3 って、これも x の要素が x1、x2、x3 とかってあって、で、それぞれ掛け算して足してるわけですね。掛け算して足してるわけだから、それぞれ x1 が掛けられたものをまとめると。x2 が掛けられたものをまとめる。x3 が掛けられたものをまとめるとしたら、普通の式と同じように、もともとから、これ全体を括弧でくくって、後で x 掛けるのと同じになるっていうことですね。という説明で納得していただきたいんですが。ということで、こんな風にすることができるということです。で、じゃあこれ、今の第1財と第2財の2つのケースだったらどうなってるかというと、ちゃんと中身書くとですね、はい。っていうやつは1001ですね。で、A は A11、A10、A21、A22 ですね。かける X。X は X1 ですね。イコール Y1、Y。いうことになる。で、これ要素同士引き算すると。1-A11、-A12。で、-A21、1-A22。こういう風になってるということです。つまり、1-A11 かける X1、-A12X2 ですね。が Y1 ですよ。で、-A21 かける X1 足す、1-A22 かける X2 が Y2 ですよ。この2本の式。
まあ、先ほどのお見せした最初の連立方程式をこう移行すると、これが出てくるということはすぐわかると思います。そしたらですね、これを解いて、y1、y2 が与えられたときに、x1、x2 というのをまあ出すというね。これは、この段階で、実は簡単にできて、連立方程式の2本の式が出てきたときに、パッツを解くというのの解き方っていう、実は公式があって、クラメールの公式というのを使うと、これがパッと解ける。これ知っておくと、2、3本の連立方程式は、手計算で簡単に解けると。クラメールの公式がなんでそうなるのかっていうのを証明しろって言われると私も困るんですが、一応便利な公式があるなら使って、この x1、x2 を出してみる。出すとどうなるかっていうとですね、こんな風になります。まあ、x1 っていうのはどう出せるかというと、これの行列式分の x1 ですから1番目なので、この1番目のここですね、1列目を y1、y2 で入れ替える。こうなります。これで出ると。ただ今、行列式っていきなり言ったんで、行列式って何やいなっていう話、なると思いますので、まずその説明をする必要がある。行列式って何かというと、まあ、行列全体を一つの量で、1とか2とか3とかの普通の数字ですが、それで代表させて表すと、いうことなんですけれども、一応ね、まあ、こういう2行2行列ぐらいの行列だったら、行列式を表すのは、この絶対値みたいな記号を使うんですが、これは AD-BC。これかけるこれ引くこれかける。これかけるこれ引くこれかける。で、表されます。3×3 の時とか 4×4 の時とかになってくるともっと複雑になって、めんどくさくなるんですが、今ではなんかね、Excel でも結構な数の行列式を解いてくれます。なので、解き方そのものはあんまり気にする必要はなかったりするんですが、とりあえず行列式というものがある。これ何を表してるかっていうとですね、まあこれ、この行列をですね、さっきみたいにこういうのとこういうのと2つのベクトルに分けて考える。1行目 AC、つまり第1要素ですね。A で、第2要素が C か。AC ですね。で、2行目が第1要素が B、第2要素が D。こういうふうにしたとき、まあ、ベクトルっていうのはね、図で表すと、これからこの座標ですね、そのベクトルが第1要素、第2要素って、まあ、こう表しているこの座標。ここに向けた矢印で書くんですよ。だからなんか日常用語で、ベクトルっていう言葉を方向性みたいな意味に使いますけれども、それは数学でこういうベクトルをこういうふうに座標で表したときに、原点からこの座標までの、矢印で表すので、日常用語でベクトルということを方向性みたいな言い方をするんですが、こういうふうになったときに、これと同じ矢印を平行に引いて、こっちも同じ矢印を平行に引いて、こうひし形にしたときも、このひし形の面積ですわ。この面積が行列式。これはベクトル習った人は習ってると思いますけども、ここっていうのは、このベクトルとこのベクトルを足したのがここになるんですが、まあ、ともかく、こういうひし形のこの面積が行列式。これは中学生でもできるやつで証明できます。これ半分に切って、この正方形からこの三角形とこの三角形とこの三角形の面積を引いて、この三角形の面積出して、それ2倍すれば、出てきます。だからまあ、すぐわかるけど、こうなる。ということで、これは、このひし形の面積なんですが、プラスマイナスがあってですね、1列目、2列目っていうのが、1列目、2列目という、こういう順番で、こっち側に回ってると。このベクトル、このベクトルが、並び方の半時計回りの並び方ね。こういう風に回ってるときに、この面積がプラスになる。逆回りをするとマイナス。だから、この列を入れ替えて、BD がこっちにあって、AC がこっちにあって、いうのの行列式は逆回りになるので、その時は、この面積にマイナスかけた。符号はマイナスになる。ということで、まあ、行列式というものがあるんですっていう。行列全体を、まあ、一つの式、数字で表したものですということ。で、クラメルの公式は、どうなってるかというと、この X1 というのを求めたいという時にはですね、これ全体の、行列式が分母に来て、で、1番目だから y1、y2 をその1番目の列に入れた。それの行列式が分子。これで解けますよ。で、それ簡単ですので。で、そうすると、どうなるかっていうと、1-a1、1-a22、引く a12、a21。というのが、分母になって、分子が 1-a22×y1 ですね。プラス、これマイナスですから、マイナスとマイナスでプラスになって、プラス a12y2 ということで、これが答えです。先ほど言った、純正算の可能条件を満たすと、この分母プラスですから、
これ全体プラスになりますね。同じように X2 っていうのは、これ全体の、行列式が分母に来て、で、今度は2番目ですから、今度は2列目にこれが入る。これが答え。つまり、-A11、1-A22、-A12、A21。これが分母に来て、で、分子が 1-A11×Y2。また、マイナスですので、このマイナスプラスになって、プラス A21Y1 ですね。これが、X2 になります。ということで、まあ、解けるわけです。